はい、こんにちは、レトルトと申します。俺の彼女は浮気していない実況プレイ始めていきたいと思います。前回はね、結構辛いバッドエンド、見ることになりましたね。この昔の思い出の、2人で撮った写真が彼女によって、この紙くずにされてしまったと。この恨みはね、絶対にどこかのルートで、全てぶつけたいとは思うんだけど、とりあえず前回の続きなので、これはハズレの選択肢を選んでいきたいんだよな。これでサークル室を調べたから、彼女を問い詰めて多分これ負けるんだと思うんだよね。 OK、 こっち行きました。これでギャル子ちゃんとおしゃべりするルートに行くはず。追いつけるかもしれない。彼女がどこに行くかわからんからな。多分これ追いつけないのかな。どこにもいないのかな。悲しい。やっぱりもう学校にはいないか。完全に見失ってしまった。忙しいって言ってたし、バイトに行ったのかもしれないな。仕方ない、サークル戻るか。悲しいな。浮気してんだろうな。絶対浮気してんだろうな。誰と浮気してんだろう。いろんなやつと浮気してんのかな。いつもの緩いサークル活動を終え、それから適当に近所のファミレスで時間を潰して、約束の夜10時、ギャルと会うべく俺は例の居酒屋へとやってきた。来たよ、店の入り口で待ってる。来るかな。ギャル子ちゃんちゃんとバイトして偉いからな。10分ほど店の前で待って、ようやくギャルが店から出てきた。あ、待たせた。気にしてないよ。若干ね、なんか優しくしたくなるな。こっちの頃がマシだもんな。バイトだったんだろ、少し待つくらい構わない。こっちから呼んでおいて、待たせてるし、ごめん。むしろバイトの日に時間空けてくれたんだしさ、ありがとう。そう、私は別に大丈夫だから。譲り合いの心。意外と他人のこと気にするんだな。絶対彼女よりこっちの方がいい子でしょ。時間にルーズな部分はギャルっぽいなと思うけど、初めの怖い印象はすでになくなっていた。実況者の方が時間ルーズだからな。よし、好感度が上がってきました。じゃあ行こっか。は？どこに？立ち話する気？さっさと行く。ギャルは俺の背中をトンと叩くと、返事を待たずにつかつか歩いていった。後ろ姿がイケメンなんだよな。勝手にルール決めるなよ。俺は後ろから文句を言いながらギャルの後を追った。これ衝撃の事実とかが分かっていくんじゃないのかな。バーかなんかかな。おお、ムーディーなバー。さすがギャル、俺を置いてすっかり場に溶け込んでいる。かっこいいな。かっこいいしかわいいな、この子。ってそういうことじゃない。あんたと彼女今付き合って長いの？まあもう1年ぐらいだから結構長いのかな。1年って長いの？結構短いって感じちゃうけど俺。そんなこともないのかな。最近さ、彼女変なとこない？変なとこしかないです。変なところ？確かに変だ。いつも通りだってお前。いろんな世界線でのこの悔しさ忘れちゃいかんぞ。正直変なところは多い。気づいただけマシか。え、なんか言った？なんでもない。マシと思われましたね。目の前のギャルの言動はさておき、あの不可思議なライムから数日、正直彼女の言動行動は不自然なところが多かった。改めて思い返してもいつもと違う。これだけは確信できる。まあいつもと違うから何なのって言われたらそこまでっていうか。よし、明日彼女をデートに誘いな。は、なんでこの流れでそうなるんだ。おお、おせっかいとかそういうのはいいから勘違いしない。おせっかいには変わりないかもしれないけど、あんたと彼女の仲を取り持とうとかそういうんじゃない。丸一日一緒に見ていてみな。気をつけなって意味わかるかもしれないよ。
は？は？それを今日教えてくれるんじゃなかったのかよ。あ、お会計お願いします。明日丸一日デートで一緒にいたら何かがわかるの？学校は休校だろ。は？掲示板見てないの？明日うち休校だってば。この子も同じ学校なんだ。休校ラッキーくらいに思えないよ、真面目ちゃん。そっちじゃない。何、君俺と大学一緒なの？言ったじゃん、彼女とは縁があるって。それでなんで彼女のこと、なんか知ってんだろうな。彼女と私ゼミが一緒。マジか。で、彼女とは話す仲なの？友達？あんたが明日ちゃんとデートに行ったら教えてあげる。はあ？とりあえず私が彼女を知ってるってことは分かったでしょ。ギャルちゃん分かるんだろうな、なんか危険な女の匂いとかさ。まあそこはな、裏がある女のなんかさ、言動とかが分かったりしそうだよな。ギャルの言うことがどこまで本気で本当かは分からない。本当にデートに行って彼女に気をつけろの意味が分かるのか。けどギャルが俺に嘘をついてまで忠告する理由も分からない。ただそれだけだ。シュッシュッ。なやこの漫画。何が起きてんだこれ。ブロックにマインクラフトの世界かな。5日目になった。多分1日に1個証拠ゲットできる感じなのかな、ゲームシステム的に。休校なのをいいことに目覚めてもずっとベッドの上でゴロゴロしていた。デート誘え、デート。ギャルにデートに行けと言われた。ギャルの真意はわからないけど嘘をついてるようには見えなかった。デートか、気が乗らない。なんだよ。あ、寝てないでちゃんと行きなよ。やめなーって、誰の金的な。思わず部屋を見渡してしまったが、まあいるわけがない。デートってどこ行けばいいん、行けって言うんだよ。彼女を乗り気にさせないと。そこんとこ考えて誘いなよ。デート行くまでライムしてくるんじゃないだろうな。仕方ないな。向こう用事あるんじゃないの。すぐ既読つくな。ずっとスマホしてんだろうな。なんだ、迷ってんのか。うん、いいよと思ったらあっさり OK が来た。じゃあ1時に駅前で待ち合わせで。どこ行くかが大事っぽいな。待ち合わせ場所に行くと彼女はすでに到着していた。俺くん遅い、遅刻。あー、ごめんごめん。っていうのは冗談で、私が早く着いただけなんだけどね。で、今日はどこに行くの。じゃあとりあえずここな。どこ行くはよくないよね、誘って。ショッピングモール。どうだ、これ好感度だよね多分。ショッピングモールに行こう。え、どうして。いや、どうした。え、なになに、スマホをいじり始めた。なんなんだ急に。一日一緒にいる価値はあるかも。おお、ショッピングモールになんか、なんだろう、この彼女の都合の悪い何かがあるってことかな。そのショッピングモールでなんか誰かが働いているとか、バイト先があるとか気になるな。俺たちはショッピングモール A4 にやってきた。イオン的なショッピングモールなのそれ、スーパーじゃん。ここなら何でもあるし、まあ無難な選択だよな。はあ、どうした。あのさ、俺くん、着いてから言うのもあれだけど、もっと他になかったの？こうおしゃれなカフェとかブティックが並ぶショッピング街とか。ここもショッピングできるだろう。学生とかファミリー向けじゃん。島村とかあるからね。俺たち学生じゃん。そうだけど、もういい。俺くんってどうしてこうなんだろう。なんか言った？あー、もうなんか大人のもう男に若干もうなびいてんのかな。俺くんはそこで待ってて。え、うん、いいけど。なぜか苛立っている様子の彼女は俺を言っていってしまった。期待
した私がバカだった。何それ、もうつらー、じゃあ言ってくれよって思っちゃうわ。あー、ちょっと見る目、急に見る目出てきたな。ゲーム実況者っぽくてとてもいいよ。なんだその学校、ケホケホ。あー、私風っぽい。風なら仕方ないよ、サングラスはいらないだろ。まあそうだね。いや、見バレ怖いんだよ。なんなんだ一体。いや、ちゃんとサングラスもした方がいいよ。俺は近くに置いてあったフロアガイドを手に取った。フロアガイドって南東に飲食店が多いな。それステーキ、なんだよ。俺くん、私ね、こっちに行きたいな。彼女が行きたいというのは反対側のステーキ店だった。今はがっつり食べるほどじゃないんだけどな。いろいろ見て決めよう。絶対モクドバーガーとかになんかあるんでしょう、誰かいるんでしょう。そうはいかんぞ。私はここに行きたいって言ってるじゃんね。妙に圧的な言い方をするな。そんなに行きたいんだったら、そんなに昼からがっつり肉が食べたかったのかな。違うよな。お、すげえ、ハートがマックスぐらいにいってるね。彼女に言われるままステーキ店へとやってきた。なあ、このガーリックステーキめちゃくちゃうまそう。最初は乗り気じゃなかったけど、香ばしい香りに食欲が湧いてきた。グリルチキンも捨てがたいな、うまそうじゃない。うん、お前はどれにするの。私サラダかな。おい、サラダってお前冗談だろ、お前が行きたいって言ったんじゃん。はあ、俺くんってさ、どうしてこうなんだろう。は？文句があるならはっきりどうぞ。めっちゃ雰囲気悪い。もう別れちゃえよこいつと。気まずい空気が流れた。察してくれよと言わんばかりの態度だな。これはもう右下の方に行くしかないな。ちょっと化粧していくね。スマホをいじりながら化粧室へと向かっていった。あいつスマホとデートしに来てんのかよ。お、ギャルちゃんね、もうもはや俺の天使とかしてるな。ちゃんとデートしてんの。エイヨンに来てる。君がしつこいから仕方なくね。おお、不機嫌。デートどんな感じ。へん、てか楽しそうじゃない。つらいな。まあ彼女変だな。突然マスクとかサングラスつけるし、腹減ったって言っておいて飯食わないし、携帯ばっか気にしてるし。そうだよ、肉食えよ。お、いい感じじゃん。どこがだよ。もう少しできっとあんたの知らない彼女に会える。こわ、俺の知らない彼女に会えるの。どういうことだ、俺が知らない彼女って。ギャルとライムで話し終えた頃、彼女が戻ってきた。お待たせー。なんだ、まあ調子が戻ったんならいいんだけど。あのさ、俺くん映画見ようよ映画。じゃあ後で映画見に行くか。結局彼女はスープとサラダにしか手をつけず、俺がステーキを味わってる間ずっとスマホいじっていた。そのスマホ見せろよお前。何やってんだお前。モンストやってるなら許す。A4 の最上階にある映画館フロアへとやってきた。結構デカめのあれなんだ、ショッピングモールなんだな。彼女は化粧室から帰ってきたらずっとご機嫌だ。なんか絶対スマホでなんかあったんじゃないの。タイトル聞くのは自然な流れだと思ったんだけど。そうそう、これだよ。ベリカワエンジェル、エンジェルは魔性の女ってやつ。なんだこれ。マジかよ。マジマジ見ようよ。ベリカワエンジェルは魔性の女。撮影期間2週間で制作された無名キャスト、無名監督による作品だ。絶対つまんないだろこれ。こんなクソ映画一本でテンション上がるとか幸せなやつだな。絶対つまんなくて不機嫌なんじゃないの。ベリカワエンジェルが始まってしまった。全然誰もいねえ。なあ、やっぱ面白くないんだけど。
俺くん、そういうのは最後まで見てから言って。私化粧室に行ってくるね。どんだけ化粧直すの。もう俺くんはなんでこうデリカシーないの。は？あと俺くんはすぐ怒るよね。誰かと比べてるよな。おお、右上行った。これ追っていった方がいいんじゃないの。彼女が出て行ってから20分ほど経った。あいつ映画見たいとか絶対嘘だろ。あ、これは外行かなきゃいけないよこれ。あ、いや、あ、寝ない。どっちが答えだ。外行くとかじゃないんだ選択肢。よし、オッケー、正解だった。つまらない、つまらないけどなんか寝たら負けな気がしてきた。俺もちょっと外に出て目を覚ましてくるか。こんな映画に1800円、嫌でも元は取らないとな。もう取れないよ見ても。お、もう戻ってくるつもりだったのかもな。ただ彼女のいる場所化粧室と反対方向なんだよな。なんだこれ、この違和感気になるぜ。でももう戻ってきたのか。映画館を出るとすでに18時を回っていた。俺くん、今日ここで解散でいい？この後どうするかなんてもちろん考えていなかった。ああ、うん、そうだな。特にやることもないのに引き止めるのもなんかおかしい。結局ギャルの言う気をつけるの意味もわからなかったしな。この後でしょ絶対。何、ダブルデートしてたってこと？誰かと丸一日一緒にいてみな。その時俺くんに電流走る。え、気をつけなって意味わかるかもしれないよ。丸一日か。あ、この後もつ、ま、一緒に見とけみたいな。解散用事、彼女の一日はまだ終わらない。無視しないでよ、もういい、じゃあね。解散って、解散って、解散って帰るんじゃないんだ。おお、おお、5、5もある。5択か。彼女が何しようか関係ない。それが俺のスタンスのはずだった。え、俺くん私のこと気になるんだ。まあ私用事あるから俺くんとは帰れないの。あー、なんか違うかもって思ったんだよな。くそ、踏み込みすぎたが。だって今日一日携帯ばっかり見てるし生返事だし俺とデートしてる気全然しなかった。でもそれは私が誰かと会いに行くって証拠にはならないよね。それはそうだけど、あー、なぜ逆に彼女もこっちのことを別れようって言わないんだろうな。そう、五択むずいな。仕方ない、ちょっとこれはやっぱエンドがあるね。5日目もコンプリートが遠っ。ほい、さあ今日楽しそうじゃなかったね。これはちょっとゆっくり行った方がいいかもね。そうかな。そうだよ、エイオンに着いたばかりの時前はあんなこと言わなかったよな。それは俺くんだって服の好みとか変わったりするでしょ。お店だっておしゃれなところに行きたかったんだもん。っていうか今日の感想なら後でライムで話してあげるから。待て、まだ終わってない。ステーキ食べなかったよな。あー、違うの。お店来たら気分変わった。映画か、ステーキじゃないんだな。むずいな。映画館でいなくなったよな。そうだけど、お前あんなに見たかっていたくせにほとんど見てないよな。う、それはそう、面白そうだと思って見たらつまらなかった。よくあることじゃん。最初は面白そうって思ったけど無理だったの。ここでトイレ関係かな。本当に
本心だろうか。他に目的。俺くん、まさか証拠もなしにそんなこと言ってるわけじゃないよね。根拠あるよ。お前が上映中にいなくなった時、俺も外に出たんだ。ふーん。彼女の顔色が明らかに変わった。絶対何か隠している。外に出たらお前、化粧室とは反対方向にいたけど。それは、その手応えは確かに感じていた。けれど、これダブルデートしてんじゃないの？ダブルデートというか、ね。このよくなんか恋愛漫画とかであり得るやつ。きっとここは少年場だ。どうする俺。来た。鎌かけよ。俺見ちゃったんだよ。ここは勝負しなきゃいけないとこだよ。なっちが。お前が。もう言わなくていい。それ誤解だから。俺くんが見たのは誤解。あれはたまたま近くに友達が来てたから。来てたから。そのごめんね、ちょっとお話ししてただけなの。鎌かけてみるもんだな。え、俺はお前が化粧室と反対方向にいたところしか見てない。そうか、お前俺以外のやつと会ってたのか。本当にそこしか見てないの？ああ。ん、どうした？ひどい。ひどいのはどっちだよ。嘘ついたお前だろ。そうだね。本当はなんかキスとかしてたのってこうしてたってことかな。私ひどい女の子だ。もう私のこと嫌いになったよね。これからもこんなんじゃ。もうしないよ。女友達でも俺くんがこんな嫉妬するなんて思わなかった。やられた。は？え、その私女の子のお友達に会ったんだよ。男じゃないのか。バカ。俺くんとデートしてるのに男と会うわけないじゃん。だー、やられたー。騙されんなよお前。彼女は弱い力で俺の手を握った。不安にさせてごめんね。これじゃギャル子ちゃんも浮かばれないよ。俺も疑いすぎだった。じゃあ用事って？うん、その女友達と会うつもりだったんだけど。いいの、俺くんと帰る。そうか。なら一緒に帰ろう。そう言って彼女は俺の腕を絡ませてきた。なんだか彼女の全て許せるくらい気分が良かった。バカタレ。こんなに俺を思ってくれていたなんて、俺もちょっと心が狭かったかもな。そうして俺たちは肩を並べてエイオンを後にした。絶対誰かと同時にデートしてたんだよこれ。やべぞこれ、やべぞ。絶対だもん、これ騙されてもな。でこの後さ、証拠ゲットできんでしょどうせ。ちょっとなんか嫌なエンディングを迎えんだよ。でも証拠はゲットできるパターン。ここで大丈夫だよ。ああ、次はもっと楽しめるようなプラン考えとくわ。嬉しい。おやすみなさい、俺くん。そう言って彼女が俺に抱きついてきた。こんなんにすぐ騙されんだから。あ、なんだ今の。なんだよ、抱きついてきたりして。ふふ。まだ電車が来るまで時間があるな。そう思いベンチに腰掛けようとした時だ。あ、今肩ってのあれが何か落としたのか。そういえば女友達と会ったって言ってたし、もらったのかもしれないな。今度会った時に渡しておくか。俺は小さな小箱をポケットに押し込み家路へと向かった。なんかプレゼントもらってるよ、大人の男から。何が入ってんだろうな。ネックレスとか時計かな。小箱の落とし物。浮気してないと思いますか。こんな見といて浮気してないわけないだろ。はい、ということで、これぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。とりあえず今回のパートも一つ証拠をゲットできたのでよしとしましょう。ということで次回ぐらいちょっと何かわかるかもしれませんね。次回に続きます。レトルトさーん、やった。よし、オッケー。